ゴールドコースト線は、オーストラリア・クイーンズランド州ブリスベン市のローマストリート駅から、ゴールドコースト市のバーシティレックス駅までを結ぶ、QR の鉄道路線、およびこの路線を走行する QR シティトレインの運行系統である。この記事では、QR の線路の名称としてのゴールドコースト線についてもべる。QR シティトレインの運行系統名としてのゴールドコースト線については、 シティトレインを参照。ゴールドコースト線からはいくつかの支線が分岐している。この記事ではこれらの支線についても述べる。QR 路線図、ロビーナ駅あたり路線は、ブリスベン市とゴールドコースト市を結ぶ都市間路線である。起点のローマストリート駅でメイン線やノースコースト線と接続している。ローマストリート駅から南東に約40キロメートル、進むとビーインリー駅に至る。 その後は南南東に約 50km 進んで終点のバーシティでス駅に到達する。パークロード駅ではクリーブランド駅への支線が東に分岐し、この支線からさらにブリスベン港のフィッシャーマンアイランズ駅への支線が北に分岐している。イーロンピリー駅では西南西に支線が分岐し、終点のコリンダ駅でメイン線に接続している。ソールズベリー駅では アカシアリッジ駅方面への支線が南に分岐している。アカシアリッジ駅の先は標準基専用の線路がニューサウスウェールズ州境まで続いており、ニューサウスウェールズ州ノースコースト線と直結州週間連絡鉄道の一部となっている。ゴールドコースト線はかつてサウスコースト線と呼ばれ、空欄があった地区の南東端の宗教をわずかに超えたニューサウスウェールズ州 ツイードヘッズ地区まで達していたが、1964年までに、ビーンリー駅以南は一旦廃止された。その後1990年代から再建され、ロビーナ駅までの路線となり、2009年12月には、バーシティレイクス駅まで延伸した。標準機に対応している区間は、宗教、ローマストリート駅、フィッシャーマンアイランズ駅間である。このうち宗教アカシアリッチ駅間は、 標準機の線路のみである。アカシアリジ駅、ソールズベリー駅間及び、ホワイトアイランド。フィッシャーマンアイランズ駅間は、狂気の単線とデュアルゲージの単線の並列。ソールズベリー駅、サウスブリスベン駅、リットンジャンクション間は、狂気の伏線とデュアルゲージの単線の並列となっている。サウスブリスベン駅、ローマストリート駅間は、デュアルゲージの伏線のみ、リットンジャンクション。 ホワイトアイランド間は、デュアルゲージの単線のみである。パークロード駅、パーク、ロード駅の分岐は、狂気の伏線は、平面交差のデルタ線になっており3方向が、相互に直結しているが、デュアルゲージの単線は、アカシアリッジ駅側から、ローマストリート駅側とフィッシャーマンアイランズ駅側の2、方向に分かれる Y 字型の分岐になっており、ローマストリート駅側とフィッシャーマンアイランズ駅側との、 総合間は直通できない。また、フィッシャーマンアイランズ駅側への分岐線は、狂気のデルタ線の上を高架で通過しており、ローマストリート駅側の線路との分岐箇所はかなり、手前のダットンパーク駅付近にある。ブリスベン港の、フィッシャーマンアイランズ駅 QR ナショナルの貨物列車が、マカリスター駅、ジョンダリアン駅、エベネザ駅から、コリンダ駅、フィッシャーマンアイランズ駅間を経由して、 ブリスベン港まで石炭を輸送している。アカシアリッジ駅は貨物輸送の拠点で、州内各方面の狂気の貨物列車と、ニューサウスウェールズ州の標準機の貨物列車との間の積み替えも行われている。ローマストリート駅、バーシティレックス駅、クリーブランド駅間では、シティトレインの都市圏輸送が行われており、ローマストリート駅園は、ノースコースト線経由で、各方面に乗り入れている。 イーロンピリー駅コリンダ駅間でも平日のピーク時に限りシティトレイが運行されている。ローマストリート駅ソールズベリー駅、宗教館ではシドニーとブリスベンを結ぶカントリーリンクの長距離旅客列車が毎日一往復運行されている。この地域で最初の鉄道は1884年にウルンギャバコリンダ駅間で開業し、コリンダ駅でメイン線と接続した。ウルンギャバは ブリスベン川の南側にあり、蒸気船との接続駅として、石炭輸送に使われた。その後は、南方の各方面に路線が延長され、1930年には、サウスブリスベン駅、宗教館で、週間連絡鉄道となる標準機の路線も開業した。しかし、西方のコリンダ駅でメイン船と接続していたもののブリスベン中心部では、 ブリスベン川の北側のメイン線やノースコースト線とは長らく分断されたままであった。1978年に川を越えるローマストリート駅サウスブリスベン駅間が開業し、南北の路線網がつながった。ブリスベンゴールドコースト間1885年にローガンリーまでの路線が開業し、1889年にはサウスポート駅まで延伸開業した。また、 ネラング駅で分岐して1903年にはニューサウスウェールズ州のツイードヘッツ駅まで開業した。1961年にネラング駅、ツイードヘッツ駅間が、1964年にビンリー駅、サウスポート駅間が廃止された。その後ビンリー駅南の再建が開始され、1996年から順次延伸し1998年にロビーナ駅まで開業した。 2006年に、オーモ・クーメラ駅間の複線化が、2008年に、ソールズベリー駅クロビー間の参戦化とヘレンズベル駅、駅ロビーナ駅間の複線化が完成した。2009年12月に、ロビーナ駅、バーシティレックス駅間が開業した。パークロード駅で分岐する支線1980年に、フィッシャーマンアイランズ駅までの支線が開業した。ベターニアで分岐する支線。 ボデザートへの支線の廃線後1888年にベターニアからボデザートまでの支線が開業し、1915年にこの支線のローガンビレジ駅から分岐してカナングラ駅までの支線が開業した。後にいずれも廃止され、ボデザートへの支線はボデザートレールという保存鉄道に移管された。州政府の2025から2026年度までの計画では、 空欄があった駅までの延伸が掲載されている。ありがとうございます。